ここからは空色図鑑です。東さん、お願いします。はい、お願いします。土日の天気を見ていきます。まずは土曜日の天気図です。土曜日午前9時の天気図ですが、はい、ようやくですね、寒気を伴った上空の低気圧が抜けつつあります。昨日今日と山沿いはぐずつきまして、今日は山沿いで雪も降ったんですが、はい、この渦巻きが東の方へ離れていきまして、西の方を目を向けると今度は高気圧がねやってくるんですね。あさって日曜日になりますと、はい、高気圧にしっかりと県内覆われますので、次第に土曜日から日曜日にかけて天気は回復に向かう見通しとなっています。はい、土日の天気と気温を見ていきましょう。ただですね、グレーのマークも多く目立ちますが、ここまで曇り優勢にはならないかなというふうに見ております。はい、で気温なんですけれども、土曜日は最低気温最高気温ともに平年並み、ただ日曜日ですね、最高気温はほとんど変わらないんですが、最低気温一気に低くなりますね。山沿い梼原も1度、場所によっては山沿い0度氷点下になる可能性もありますので、1日の気温差に十分注意をしてください。では土日の天気を時間ごとに見ていきます。はい、まずは土曜日の朝から。土曜日の朝はまだ山沿いを中心に雲が広がるんですが、昼過ぎになると一気に晴れのエリアが増えてきます。そして夜は全域ですっかり晴れということになりまして、次第にですね、天気も昇っていくということになります。このまま日曜日見ていきますと、日曜日も朝から日差しがたっぷり、昼過ぎもよく晴れます。夜は少し雲が広がりますが、天気の崩れ、雨などが降ることはありませんので、土日ともにですね、お出かけ日和となりそうですね。はい、さていよいよですね、あさって大事な大事な一戦、はい、決戦です。はい、J3 入れ替え戦が、ね、ありますね。はい、応援に行かれる方も多いと思いますので、はい、香川県丸亀市ピカナスタジアムの、天気気温詳しく見ていきましょう。はい、天気は今見ていただいた通りよく晴れそうですね。気温ですけれども、朝はやっぱりそれなりに冷えます。10度を下回る、1桁となる見通し。ただキックオフの時間帯はですね、15度を超えます。応援の熱気もあって、やっぱり暑く感じられて、上着などもね、邪魔になってくるかもしれませんのでね、はい、しっかりと寒さ対策はしつつも、脱ぎ着しやすい服装で、応援に行ってください。そして一つポイントが風かなというふうに思います。はい、春の陸上競技場がですね、それほど山に囲まれているので風はそれほどないんですけれども、ピカラスタジアムはかなり海沿いで遮るものがないので、春のよりはですね、風は強いのかなというふうに思います。はい、ロングボールなどは注意したいですね。はい、そういうことですね。予想よりも風が強くなってしまいますと、カウンターなどが増えたり、はい、戦術が前半後半でガラリと変わるかもしれませんね。さて、その高知ユナイテッド SC のホーム戦の勝敗と天気の関係、全部出揃いましたので見ていきますと、はい、前半戦やっぱり快進撃でしたね。そうですね、はいはい、後半は勝ちが遠のきましたが、なんとか2位を死守しました。こちらすべてまとめていくとこうなります。晴れが3勝4敗1分け、ここが負け越しですが、曇りや雨は結局最後まで負けなかったということで、はい、雨、曇りの不敗神話は最後まで保たれたということになります。そしてですね、香川県丸亀市、あさって晴れますが、もうやっぱり最後の試合ですし、はい、ここはですね、もう全く関係ないのかなというふうに、はい、全く関係ないですね。まあ、場所も一応ホーム戦という扱いではありますけれども、春野からね、丸亀に移動しますし、もうリーグ戦ではありませんね。そうですね、もう入れ替え戦ということで、はい、全く別の試合になってきますので、最後です。もうあとは気持ちかなと。そうですね、はい、もう気合と根性ですね。まあ、今シーズン雨の日も風の日も、はい、選手たちはコーチを盛り上げるために走ってくれたわけですから、はい、そうですね、もう、はい、我々の声援でこのジンクスも破ってしまいましょう。はい、はい、関係ありません。はい、しっかりと応援しましょうね。ということで週間予報です。来週ですけれども、よく晴れる日が続きます。特にですね、週の前半までは気温が高いです。高知市、20度に達する日もありまして、季節逆戻りの暖かさとなる見通しとなっています。ただ朝はそれなりに冷えますのでね、1日の気温差に注意をしてください。おしまいに週末のポイントです。
午前中、土曜日はですね、午前中日差しが少ないですが次第に天気は回復します。日曜日はよく晴れますが冷え込みが強まりますので一日の気温差に注意してください。空色図鑑でした。